前に三島を継ぐ資格があるか見せてもらうぞ<ー>わしが率いる三島財閥主催の格闘技大会そこは史上最強を求めた格闘家たちが全世界から集う部の共演じゃった カクトーカたちも全員わしろテキレワヤツ以外は…ヤツはわしからすべてを奪い去った力こそスベテ 俺は手に入れた圧倒的な力この大会があって俺の波動を飾る最初の一歩となる戦いの勝ち俺は一人の女に出会う恐れることなく近づいてきた風間純不思議な女だった 立ち進んだ俺の前には<っ>生きていたとはな <laughs> まさかこの俺が貴様は俺の手で必ず 島財閥当主の座に返り咲いたわしはある伝説を耳にする古来より南米の奥地には刀身が眠るという究極の武を支柱にできるというその伝説にわしは見せられたしかし探索は失敗に終わる 俺は母がいてさえくれればそれでよかった。なぜだその頃俺は母の遺言に従い三島平八のもとに身を寄せていた。 力だけを求めていた圧倒的な力を俺は平八に勧められるまま大会に参加したそしてやつは現れた母の仇を前にした時何かが俺の中で走って 力のためには血縁の死さえいとわない呪われた三島の血あの時何があったのか思い出せない。 神の行方を追っていたわしは一枚の写真を入手するそこには全身にやけどを負った男の姿が映し出されておった間違いないこの男は写真の男が和也だと確信したわしは遺体の行方を追っていくうちに G 社という新興企業に行き当たる。 ジーシャは入手したカズヤの遺体から遺伝子データを解析し、新たな人体を生み出そうとしておった。事実を知ったわしは、鉄拳集を引き、ジーシャ研究施設へと向かった。生きておったのか。やつを消せ手段は問わぬ と取り逃がすとはだが和也よ三島財閥投資の座をかけたこの大会無視することはできまい舞台は整ったあとは。 カズヤをしのぐほどのその力、わしはもらう。わしはあきらめんぞ。いつの日か必ず。 じゃ貴様の三島もこれで終わりだその頃俺は 50年前息子である平八から全てを奪われた男三島陣八かつて最強の剣士と呼ばれた男に俺は勝った。 当主となったジンは世界に対し独立と戦線を布告したジンは言う圧倒的な力で全てを終わりにすると三島財閥の全世界掌握は時間の問題と思われていた頃ジ G 社が三島財閥の前に立ちはだかるその頃から俺はこの戦いに疑問を抱くようになっていた 俺たちのこの戦いは本当に正しいのだろうか俺は志を同じくする者たちと共に鉄拳宗全兵力の半数を引き連れ三島財閥からの反乱を決意するそんな中 G 社は陣に莫大な懸賞金をかけると発表 G 社の発表に呼応するように三島財閥は大会の開催を宣言した 大会が進行する中、ジンの行方を追い、中東の遺跡に向かった俺たちは、太古の化け物、アザゼルの復活を目の当たりに自ら戦争を引き起こすことで、世界を負の感情で満たし、アザゼルを復活させ、アザゼルろとも追消滅することで、世界を救う。それがジンの真の狙いだった。果たしてそれは、 正しい道だったのだろうか消息不明となったジンに代わり三島財閥の当主に返り咲いた平八はデビルの力を持つ和也をおびき出すためザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメントの開催を宣言するその裏で消息不明となっていたジンを救出した俺たちは アジトに潜伏しながら攻勢に出るチャンスをうかがっていたやがて三島財閥と爺社による戦争は苛烈さを増していきついに平八と和也の戦いに決着の時が訪れる貴様からは全てを取り戻す戦いとは最後にどちらが立っているか それだけだ。決着はついた。しかしカズヤは三島財閥を壊滅させた後も世界を侵攻し続けている。平八なき今、カズヤを止めることができるのは俺たちだけだ。ああ、デビルの力を持つ者として、カズヤは。 俺が殺す7年前屋久島で暮らしていた私とジンは後にオーガと呼ばれる存在に襲撃されましたジン逃げたけれどジンは私を守るためオーガに挑み倒されてしまった。 だけでも私は一流の望みにかけ王がをある場所へ誘導しましたそこは風間家に伝わる神秘の聖域その聖なる力を借りた私は辛うじて王がを退けたのです 傷を負った私の耳に聞こえてきたのは風間の子守唄不思議な力に導かれ私は古の祭壇で眠りにつきましたまだ私は人